グループね、 C グループの方に音が下がってきた時にちょっとそのままのスピードで吹いてる方が多いなって感じがするので、もう少し暖かい息で、低い音を演奏するとか息入れるというかなと思います。完璧、いいと思います。すごい綺麗。素晴らしい。いいと思います。あると思います。はい、ということで、ちょっとハーモニーを重点的にね、最近やってるんで、ちょっと飛ばさせていただいて、トレーニング6まで飛ばさせていただいてますね。5音までは割と取れるようになってきたので、3音。Thank you.
ちょっと、最初の4小節ね、管楽器の皆さん入って最初の4小節は休符が入るのでよくなってるんですけど、その次の、休符がない時に音の変わり目のところですね、音の変わり目のところで息のスピード感とか、重心がふわっと上がっていくとかが言うので、休符がないところでも同じように気をつけるというでしょう。みんなでいきましょうか。トレーニング7、今回いきます。ここからでも入ります。ベンチお願いします。コラールに入った時にいつも気になるのが、その役割はどこ行っちゃったのかな。
思っちゃう時がちょっとあるので、まあコラールのところは一応上の段のところにコード書いてありますよね。でも楽譜には1とか5とか3書いてないですよね。なのでその書いてありますよ、書いてないですよね。なんでその部分でまあ普段あの演奏しながら、まあ、この、まあ、例えばベードゥアとかここで出てくるようなベスドゥア、エフドゥア、まあ、あの基本的な和音で大体コラールに構成されてると思うので、あ、F ドゥアの中で R が出てきたら第3音になるみたいな感じで、もうちょっとこうコラールの時にこの練習が応用されていくと曲になった時にこれそれが応用されるので、ちょっとそれ今日のコラールでも気をつけてみていただいていいですかね。じゃあ次いきます。リズムトレーニングお願いします。ここも役割書いてないですけど、まあ B、F、Dですよね。ずっとやってた構成を取ります。お願いします。
後に行くときに同じスピード感で行って開いてかないように気をつけながら。じゃあ、アーティキュレーション、前回言ったように2回目と3回目マルカートとスタッカートの違いをはっきり、やるようにしましょう。お願いします。やって
ていくっていう、 こうスタイルなのか、それとも今みたいに基礎をもっとこう重点的にやってて、まあ、僕らも今、一通り講師がやってきましたけど、ここからまた掘り下げていくこともできるんですけどね。そうするとちょっと、まあ、そういうの嫌だなっていう方ももちろん中にはいるかもしれないので、まあ、その辺はあの皆さんの声がちょっと聞きたいなっていう正直なところです。なので、まあ、引き続き、まあ、これでもまだあのこれぐらいのやり方で、もっと詰めていくことも可能なので、まあ、ちょっと皆さんがもしもうちょっとこっちがいい、こっち路線がいいか、もっと詰めていきたいなっていう感じなのか、それとも曲の方をしっかりやっていきたいなっていう感じなのか、それともまあ中間別どっちでもいいやっていう感じなのか、まあ、ちょっとね、参加してる方の声が一番かなと思ってますので、まあ、基礎合奏をこれからもちょっとずつ、まあ、後半やっていく中で、まあ、いじりながら皆さんと相談しながらやっていきたいなと思ってますので、ぜひそのまま言っていただいても結構ですし、紙書いていただいても結構なので、なんかこういうの、こういうふうにやっていきたいなとか、こういうふうがいいなとかっていう要望はどんどん聞きたいなと思ってますので、ある方、なくても書いてください。お願いします。じゃあ、さっき言ったコラールね、役割、考えてみてください。本日用意しましたんで、あ、そうですね、同級学校はここにあります。はい、どんな声でも構いませんので、お願いします。ごめん、感動しました。
太鼓っていうのと、
Thank you.